もしや異世界転移じゃなく転生を。あ、さすがにそれは考えすぎだと思うけど。そうですよね。見たか驚いたか小悪魔どもめ。我が召喚獣シードラゴン級ラバルに恐れおののくがいい。ちょっとそんなもの召喚しないで。ちびっ子どもに舐められたままじゃ引き下がれない。行け、アバル！あ？にゃにゃ！ん？もう こら来たの！なに小娘にこびてる！だいたいその妙に慣れた負のレベルの高い芸は何なのよ。まあ仕方ないわね。りょうちゃんは福ちゃんのお姉さんだもの。なぬ、コロコロ毛玉っ子の姉ということは。ちなみに単体戦力ではりょうちゃんが上よ。くっ、戻れミクじゃないラバル。うわぁ、この野郎、召喚契約破棄しやがった。貴様にはどれだけ角砂糖を貢いだと思ってやがる。角砂糖で召喚契約って。でも相手がりょうちゃんじゃ、あのシードラゴンを攻めるのも酷よ。おのれ、角砂糖返せ。もういいから来なさい。やば、天地が帰ってきた。キリコさん、お元気そうで何よりです。セイナ君から事情は聞いていますが、いろいろ大変でしたね。ええ、でもこうして無事に帰ってこられましたし、楽しいことも多かったですから。キリコちゃん、冒険者ギルドでノリノリだったものね。また来たのかお前たち。彼女もう完全に楽しいおもちゃ認定されたようですね。やれやれ。ジョビアさん、二人の相手をしていてもらえますか。あ、もちろん召喚とかはなしでお願いしますよ。お、了解。ちくしょう、ちびっこどもめ、クックルリベンジじゃ。シュー